How's it going, everyone? This is the Anime Man, and today I'm here with my cousin, Kasumi. Hello. いや、初めてじゃない？俺の動画に出るの。いや、ちょろっとあるよ。3回目、実は。セーラームーン店と牛タンサイダー。懐かしすぎんかさ。まあでもそういうのは俺の中では黒歴史だから実質1回目っていうことにしとこう。実質1回目って。キャスミは日本人ですよね。日本人です。アニメは知ってますよね。アニメは知ってるけど詳しくはない。英語圏には英語のタイトルがあるってことは知ってるよね。うん、あるでしょうね。うん、そういうクイズです今日は。そういうクイズ？英語のアニメのタイトル、日本人わからない説です。あー、なるほどね、うん、だって日本にいる限りだと日本語のタイトルしか知らないじゃん、ね、でも英語圏には英語で翻訳されているタイトルとかあるわけなんですよ。今回はそれをクイズ形式で日本人のいとこに出そうかなと思います。ほとんど知らない前提だと思うけど、でも言っちゃえば留学したよね。しかもオーストラリアに留学したよね。英語でちょっと自己紹介できる？無茶ぶりすぎ。 Hello, nice to meet you. I'm Kasumin. I'm Joy's cousin. わかんない。英語上手。このフリップで日本語のタイトルを出すから、自分のフリップで英語のタイトルを出して。あ、そっち？私が英語を書くの？そう。めっちゃむずいやん。Hold it right there, my gamer boys and gamer girls. First, let me tell you about the sponsor for today's video, Punishing Grey Raven, an exciting 3D post-apocalyptic sci-fi action RPG for your mobile devices. As commander of the Grey Raven unit, you will be assembling an elite team of cybernetically augmented soldiers, leading them in intense battle combat missions and unraveling the dark truths behind the virus disasters. With its badass anime aesthetics, fluid battle animation, wicked soundtrack, and an eclectic cast of memorable characters,There's nothing about this game you won't love. A brand new update for Punishing Grey Raven called Frozen Darkness will be coming out from August the 3rd. With it, you'll be able to get Lucia Alpha, a new S-attacking heroine and one of the most powerful characters in the game. Plus, one of Lucia's older enemies, Rosetta, will also be introduced in this update as well. During the activities of Frozen Darkness, you'll even be able to unlock the A-class hero, Kakui Bastion, by card exchanging for free and explore his many unique skills during combat. So if that sounds like something that your gamer fingers want to get a hold of, then make sure to check out the game for yourself by clicking the link down in the description below. Thank you to Punishing Grey Raven for sponsoring this video. Now on to the show. じゃあ一問目こちらです。僕のヒーローアカデミア。タイトルは知ってるけど。タイトルは知ってる？もちろんね。この英語のタイトルは何でしょう？え？ちなみに言っとくけど全く聞いたことはないよね。英語のタイトルは。全くない。僕のでしょ？ないでしょ？アカデミアって。英語でしょ。1問目から難しすぎんか。私のバカがバレる。いや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 、そんなことない、そんなことない。やばいよこれ。1問目よ。ねえ、ちょっと待ってよ。僕のヒーローアカデミアの英語タイトルお答えください。 A My Hero。 アカデミアが何なのかわからなすぎたので、イニシャルにしてみた。これアカデミアの A ってこと？正解はこちらですね。 My Hero Academia ですね。ねえ、そのまま。ちょっとそのまんまじゃん。騙された。引っ掛けじゃない。引っ掛けじゃない。だから1問目っつったじゃん。2問目、はい、こちらです。君の名は。知ってますよね、もちろん。もちろん知ってます。センス問われる系かな。2問目でしょ。うん、素直にいくよ。じゃあお答えください。 What's your name? 直訳すぎ。で、何で悩んだの？句読点かハテナかってこと？そうあー、なるほど。まあ日本語は句読点だからね。キャスミ、それは、不正解です。なんでよ。もっとシンプルです。 Your name です。マジかでも確かにこっちの方がかっこいいもんね。うん、あと What's your name って見に行かないでしょ。もしかしたらここからちょっと厳しいかもしれない。はい、3問目こちらです。るろうに剣心。うん、もちろん知ってますよ。よく考えてみて、るろうに剣心ってさ、英語で言いづらくない？言いづらい。だから絶対変えるんですよ。そのまま直訳してるろうに剣心っていうのもあるんですけど、正式な英語のタイトルもあって、るろうにも剣心もなくなってます。はい、はい、絶対違うな。 The Soldier って書きたかった。おー、なるほど。まあ、つづりは違いますね。まあ、シンプルすぎますね。ねだってさ、これ何でも代表できるじゃん。最初見た時にね、ふざけんなよって思ったけど、よくよく考えたら、あ、なるほどって思った。
サムライ X です。え？はって思うでしょ。はだよ。剣心ってさ、右頬に何ある？あ、傷があるでしょ。ある。あ、なんかそれちょっと許せちゃうな。他は許せないんだ。ねえ、当てたい。そろそろ魔女の宅急便です。ジブリ映画ですね。そうですね。もちろん見てますよね。もちろん大好きです。私もう1個しか浮かんでないんだけど。もうじゃあそれ書いた方がいいと思うよ。え、でも逆にふざけんなよって言われそうだな。宅急便ってなんだ。運ぶ？キャリー？これちっちゃ。できましたか？はい、お答えください。おー、なるほど。フラインキキね。うん、可愛くない？可愛いね。これもしかしてジジ？ジジが。魔女入れてないんだね。入れてない。そっち？そっちが必要だった？まあ、それでもないんですよね。正解はこれですね。Kiki's Delivery Service。 そうか、デリバリーサービスか。そう、だから魔女の宅急便じゃなくて、Kiki の宅急便になってるんですね。そういうことですね。じゃあちょっと惜しかったね。ちょっと惜しかった。反転あげよう。やった、第5問目こちらです。恋の形。あー、よく漢字書けたね。合ってる？あ、違うわ。違った。知ってるけど、うん、見てない。これめっちゃ泣ける。漢字が違うだけで、うん、この声は、うん、あのこっちの声と同じだね。ボイスの声、うん、じゃあそのまんまじゃない。でもここに来てそのまんまってことあるかな。質問聞いていいよ。割と直訳系ですか？うん、いいえ。いいえ、終わった。半分は直訳かな。声の方ですか？はい。お、来た。来ました。お答えください。 Beauty of voice。 形をビューティーに変えたってことだね。そう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 。あ、じゃあ内容を聞く。ちっちゃい頃から耳の障害があって、あんまよく聞こえなくて、うんうん、で主人公がその子を幼少期の頃にすごいいじめてて、で2人が高校まで上がってまた再会して、で男の子がいじめてたことを思い出して、それの償いをしようとする物語。変える。変える。そういうルールあったっけ。Voice of heart。 心の声ってことね。そう。おお、え、めっちゃいいやん。なんか指摘当てにいってると思うんだけど、まあ不正解ですね。もう落ち込んできたこのブーって音。これです。 A silent voice。 わかんないよ。だってさ、 Shape of voice っていいじゃんね。だと思うじゃん。俺も絶対英語に変えるときに、あ、 Shape of voice になるんだなと思ったけど、うん、まさかこれが出てきたの。はい、じゃあ次はこちらです。直撃のフォーム。え、ちょっと待って、知らない。知らない。まあ少年ジャンプだね。おいしん坊バトル系にした感じ。なるほどね。わ、うん、かりやすい、うん、ソーマは、うん、まあ、あの主人公の名前だね。ソーマは入りますか？うん、いいえ。え、入んないの？もう無理じゃん。料理的な意味の単語が入る、うん、まあ料理にまつわる単語は入るよね。これ結構ヒントあげたから、もしかしたらいけるかも。できましたか？できました。お答えください。 Delicious game。 かわいいよね。かわいいね。かわいいでしょ。びっくりマーク2つもついてるね。まあでもアニメあるあるだけどね。いや、かわいいけど不正解ですね。もう当たらん。少年漫画のタイトルではないよね。あー、確かに。なんかちょっとゆるふわ系じゃん。だからもっとね、熱血な感じ。うん、ボーズ。やばー。これはもう戦争なんだよ。戦争なんだね。そう。ゲームなんて可愛らしいことじゃないと。そうなんだよ。まあでもだんだんなんか、つかめてきたよね。ね、ちょっとさ、ね、うん、思考回路がさ、そう考え方つかめてきた感じするよ。いけるかもしれん。じゃあ次は絶対知ってる。鉄腕アトム。漫画を知ってる人であれば、まあ誰でも知ってるような、うん、もうレジェンドオブレジェンドの漫画ですね。そうですね。うん、アトムは入る。いいえ。え、嘘でしょ。アトム入らないパターンは考えてなかった。なんと唯一の英語の言葉が入りません。鉄は入る。いいえ。腕は入る。いいえ。もう無理やん。本当にね、内容を一切見てないようなタイトル。絵だけを見て、うん、あ、これじゃねっていうタイトル、ね、ちょっと待って、なんこれ。なんこれ誰。まあじゃあヒント言うよ。アトムは何でしょう、うん。お、なるほどね。お答えください。なかなかいい字面だよ。おお、ロボットボーイ。言ったまんまだね。反転あげようか。お、やったー。ボーイは合ってますね。うん、え、そっち？ロボットが違うんですよ。正解はこっちですね。アストロボーイです。そういうことかー、うん。次いきます、はい。隣の怪物くん。あー、なんだっけ？聞いたことあるよ。聞いたことある？怪物は入りますか？はい、来ましたか？はい、お答えください。バイザモンスターね。隣っていうか、まあそばにいるモンスターってことだね。そうそうそう。なるほど。あー、でも不正解なんですよね。ちょっと直訳しすぎたかな。え、マイリトルモンスターですね。なんね、隣でいなくなっちゃった。よく行かないな。はい、じゃあ次は絶対タイトルは知ってます。鬼滅の刃です。
大好き大好き。ちょっと待って、私これ聞いたことある。お、聞いたことある。日本でも英語のタイトルこれ有名かもしれん。ソルジャーって入るでしょ。いいえ。あれ、じゃあダメだ、じゃあ違うソルジャーじゃないんだけど、うん、S で始まる言葉は入ってるよね。サバイバル全部羅列するの質問していいよ。誰推し？そっちかい俺はしのぶが好きだけど。あ、しのぶさん、うん、うちのパパと一緒だ。私はおばないさん推しです。無惨とかでいい。ネタバレやん鬼滅好きな日本人は多分英語サイトで絶対知ってると思うやばちょっとフライングしちゃったけどじゃあお答えくださいキヨゾンゾンビやん。あと綴りも違うしね。嘘、ゾンビ違う。キヨゾンビゾンビなのかあいつら。まあ不正解ですね。多分これ絶対知ってると思ったんだけどな。デーモンスレイヤー。あーそうだ聞いたことあった鬼がデーモンで、まあ滅するはスレイ。そっか、デーモンだ、うん、これからはキルゾンビーズって言おうかな俺は。もうやけくそだよね。キルゾンビーズはやけくそすぎるな。次はちょっと長いです。俺の妹がこんなに可愛いわけがない。まあ略してオリイモですね。名前は知ってる、うん、これは結構まあ知ってる人は知ってる感じかな。長いからまあほとんどの人はまあオリイモってね訳してるけど。でもなんか意訳してそうだよな。直訳版もあるんだけど、あでもほとんどの人はこっちの方を使ってる、うん、だって日本でもさ、俺の妹がこんなに可愛いわけがないじゃなくてもただ俺妹って使ってるじゃん、うん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 、英語も同じ。OK My too cute sister 簡略化だね。俺の妹はこんなに可愛いわけがないの直訳が、うん、My little sister can't be this cute、うん、なんだけど、うん、簡略化版がこれだと意味合いは合ってるな。うーん、でも実際はちょっと違うんだよね。正直ちょっと引っ掛けです。なんだよ。なんとですね、はい、俺いいのですね。ねえちょっと待ってよ。まさか変えないと。もう My little sister can't be this cute はどうやって訳そう。もう日本語の略でいいやってなったんだろうねやられた感がすごいんだけど私のこの思考した時間を返してほしい。次も絶対知ってる、うん、進撃の巨人。漫画は途中まで読んだ、うん、でもちょっと怖すぎてギブアップした。え、外国人の友達が見てたアニメを、うん、多分外国人みんな見てると思う。今デーモンスレイヤー見たく多分聞いたことあると思う。ただね、あの和訳にするとね、うん、なんでってなる。それを普通にもう受け入れて使ってる。へー不思議。戦う的なニュアンスの単語は入りますか？はい。お。え、いるか？いるな。Wars for people 人々のための戦いってことね。まあ内容から見ればね、うん、合ってるっぽいよね。まあでも違うんですよね。違うんですかね。もうちょっと直訳した感じかな。でもちょっとややこしくなった感じ。アタックオンタイタンです。え、わかんな。まあタイタンが巨人で、アタックがまあ進撃なんだけど、うん、あの和訳は巨人への攻撃です。攻撃する巨人がなんか攻撃されちゃったんだよね。じゃあ意味的にはこっちの方がなんか合ってない？うん、まあ意味的にはね逆にしてほしかった。やっぱ英語見せてもらって、うん、日本語を答える方がいけた気がする、うん、日本語のタイトル知らないと無理じゃね。確かにだからどっちみち同じだと思 う、ね、次は多分まあ多分タイトルは知ってるかな。合格機動隊です。名前はもちろん知ってるけど、うん、見てはない。見てはない。マジでミラクル当てられたら。核の直訳は入ってますね。それだけ教えて。シェル。あ、シェルか。なんか聞いたことある気がしてきたな。なんかさ、あの前の家の時にさ、うん、ポスター貼ってたじゃん。あそこに書いてた。書いてた。絶対見てんのよ、そしたら。それあれでしょ、あのハリウッド版でしょ。そう、ハリウッド版、うん、しかも確か、あ、このポスターかっこいいね、これ何って聞いたのも覚えてるわ。 うん、でも覚えてる。そこに絶対書いてあったよ、でっかい、でっかいロゴがボーンって書いてあった。巻き戻せThe Second Shell Life。 もうダメだってうん、不正解ですね。こちらです、はい、Ghost in the Shell です。あー、聞いたことあるわじゃあこれはどうでしょう。弱虫ペダル、名前は知ってる、うん、これも結構有名だね。じゃあこれ大ヒントあげるね、うん、直訳です。え、マジ、うん、わかんないじゃあ私の思いついてる単語を入れちゃうと、うん、えってなるんよ。だからもっとなんかあるはずなんだよな。ああ、 weak pedal、 まあ弱いってことだよね。弱い。まあでも弱虫ペダルもまあ、 あの快進撃のストーリーだからね。まあまあ合ってるんだけど、うん、まあ不正解ですね。ねえ、画面の前のみんなずっともう必死に笑いこらえてたと思う。なんでよ、なんで。正解はね、なんとですよ、弱虫ペダル、ね
ねえ、それはひどいよ。でしょ、弱虫って英語でねえな、じゃあもうそのまま使おうってなったんだろうね。まんまじゃん。そうですね、和訳は、弱虫ペダルですね。まあそういうパターンもあるってことよ。これ多分ね、結構マイナーな漫画だから、まあ多分見てはないだろうけど、この英語のタイトルはね、面白すぎだから入れることにした。貧乏神が、主人公がすごいお姫様で、ある日、貧乏神に取り憑かれちゃう。でもお姫様だったからもう貧弱な生活を送り始めなきゃならなくなった状況のコメディ漫画、直訳っていうかね、どうしてこうなったっていうタイトル。逆の立場から考えた方がいいと思う。え、難しいこと言うな。 My poor god、 私の貧乏神、私の貧乏神。ああ、なるほど、直訳すぎんか。まあ不正解ですね。直訳した方が絶対良かったんだよ。直訳しきれなかったっていうか、もう、あれ意味逆じゃねっていうタイトルになっちゃったの。グッドラックガールですよ。いや、グッドラックじゃねえから。バッドラックだから。内容絶対知らないで作ったでしょっていうレベルのタイトルじゃね。どういうこと？それは面白いわ。これもね、まあタイトルは知ってるかな。日暮らしの泣く頃に。あ、有名ですね。有名ですね。え、でもさ、怖いやつでしょ。ホラー漫画ですね。結構直訳だけど、大事な要素を一つ見逃した感じ。日暮らしは入る。いいえ。入んないの？だってもうみんな日暮らしって言うじゃん。そう、英語のタイトルともう一つの呼び方が日暮らしなんだよ。わかんない。 When it speaks、 怖えよ。なんかホラー映画っぽい。ホラーっぽいよね。うん、多分こっちの方が良かったと思う。でもまあ正解ですね。It speaks じゃないんだよ。 When they cry なんだ。泣くってそっちの泣くか。虫が泣く方の泣くとえーんって泣くのは同じなんだね、英語で。え、そうなの？そう。まあ判定あげる。やった。判定あげる、これは。まあネットでは日暮らしって呼ばれてるけどね。どっちにしろ。だから本当に意味ない。このラスト2個はね、マジでふざけんなっていうレベルです。ねえ。マジでアタオカ。僕だけがいない街。聞いたことある、うん。この英語のタイトル初めて聞いた時に、おいってなと。まあ大ヒント。大ヒント。一単語です。え、マジで？マジで。僕だけがいない街が一単語になりました。一単語になるの？無理じゃね？あの僕だけがいないから僕しかいないんでしょ。そうそうそうだよね。いや、わかるんだよ、うん、でも正解なんだよ。うーん、もっとふざけてます。 Erased。 マジで。和訳だと消失。そうだよね、うん、僕だけがいない街っていう超詩的なタイトルを台無しにするようなタイトル、けど、アローンもやばいけど、こっちの方が全然やばいでしょ。意味合いは合ってるから、じゃあ判定あげる、やった、ラストです、これ考えた人終わってる。終わって日本人なら誰でも知ってるような作品です。名探偵コナンです。とね、ヒントで言えばね、みんな英語のタイトルを Detective Conan だと正式ではないんだけど、読んでるのね。著作権問題で、多分Detective Conan って多分使えなかったんだと思うんだよね。だから Detective Conan じゃない違う英語のタイトルを使ったの。名探偵コナンの内容を知ってれば、そっち行くかっていう感じなんだけど、だからなんでっていうレベルの言葉選びですね。コナンは入る？さすがに入りません。入んないの？だから多分コナンがなんか使えなかったんだと思うね、著作権的に。もうそれかも、ただ本当に英語のタイトル考えた人がふざけすぎたかっていう二択なんだけど、この英語のタイトルはね、さすがのコナン君でもお手上げだと思う。お手上げ？直訳っていうかね、何かの言い回しだよね。名探偵作品の中では出てくるような単語、結構むずいと思うから、和訳を答えれば1点あげる。犯人はこの中にいます。まあそれ書いて。いつの間にかシャウト形式になっちゃった。I found。 何を？おもろいけどね、不正解なんですよね。正解はね、こちらですね。 Case closed、 一件落着ってことです。ちょっと待ってよ。コナン？コナンです。コナンの中で多分一件落着って言ったのは多分2話ぐらいしかないと思う。あんまり聞いたことないかも。ちょっと臭いセリフなんだよね。 I found にしよう。もうこっちの方がいいよ。最近の I found 見た？やべえ。以上、英語のアニメタイトルクイズでした。全然できませんでした。観点 4つで2点ですね。実質全滅です。後半部分はなんとなく分かってたというか、傾向つかめてたよね。ちょっとつかめてきたよね。と知った中で一番好きな英語のタイトル
何？全然好きじゃないけど、うん、ずっとデーモンスレイヤー。デーモンスレイヤー鬼滅ファンとして答えたかった。じゃあもうこれを機に覚えておいてください。はい、もう忘れません。Well guys, hopefully you enjoyed this video. If you'd like to see my cousin or any of my Japanese family in another video in the future, then make sure to leave a like on this video and subscribe. Hope you guys enjoyed this video and we'll see you guys in the next one. じゃあね。